こんにちは。日本のファンキージャムキッズのむつきです。私が思う平和とは、互いを思いやる心をみんなが持つことです。これは誰にでもできることかもしれませんが、とても大切なことだと私は思っています。一人一人の力は小さなものでも、それが国中に世界中にと広がっていけば、やがて戦争も止めることができると私は思っています。私が生まれた広島という地は、かつて戦争で大きな被害を受けた場所の一つです。私はこの場所で平和の大切さを願う平和創作劇アイプレイというものに参加させていただいています。私はこの活動を通して平和の大切さ、平和を願う心を伝えていきたいと思っています。ありがとうございました。